あのさ、タクトちゃんはうちの後継者であり、あの有名な噂総合病院の医者なのよ。そんなタクトちゃんのお嫁さんがただの一般ピーポーなんて認められるわけないじゃない。三流は帰れ、タクトの嫁にふさわしいのは一流だけだ。なんですかそれ。まあそういうことだよ。三流、お前なんて遊びだったんだよ。どういうことよ。どうしよう、どうしよう、どうしよう、ああもう。珍しいですね、茜さんがそんなに焦ってるなんて。どうかしましたか。あ、守さん、ごめんなさい、仕事のことじゃないんですよね。ちゃんと仕事に集中します。茜さん、仕事も大事ですが、プライベートはもっと大事です。仕事なんて人生を楽しく生きるための手段の一つでしかないですから、まず自分の人生の問題を解決するべきです。じゃないと仕事にも集中できませんしね。はい、守さん、ありがとうございます。でもどうしようもないことなんですよ。俺でよかったら話聞きますよ。力になれるかもしれないですし。ありがとうございます。実はですね、今度のうちへの結婚の挨拶だけどさ。ああ、うん、よろしくね。お前の両親も連れてきて、どっちかだけでもいいからさ。俺の父さんと母さんがどうしても会いたいって言ってるんだよな。え？両親？それは無理だよ。どうしてだよ。前にも言ったけど、私両親いないから。ああ、それは覚えてるよ。ただな、その話をしたら、みなしごをうちに入れるつもりはないとかうちの両親が言い出してさ。冗談だ、両親はいるって嘘ついちゃったんだよ。何それ。ほら、うちって俺もだけどさ、両親も医者の家系じゃん。そういうの気にするんだよね。な、とにかくお願いだよ。こんなことで結婚反対されても面倒だろ。な、どっかで適当にお母さん役見つけてきてくれよ。いや、そんなこと言われても。とにかく頼んだぞ。ちょっと待ってよタクト。婚約者にこんなこと言われちゃったんです。お母さん役を見つけろって、めちゃくちゃですね。ですよね。そんなのやってくれる知り合いいませんし。どうしましょう。おう、なに秋茜、お母さん探してるの。兄ちゃん、茜さんだから。秋茜はトンボ。社長、そうなんですよね。なら、ちょうどいい人がいるよ。え、本当ですか。おう。というか兄ちゃん、話ちゃんと聞いてたの。こんにゃくがどうたらあたらなんでしょ。全然話の内容分かってないじゃないか。婚約者の話してたんだよ。翻訳こんにゃくなんて言ってないから。あーね。お願いです社長、私にお母さん役をしてくれる人を紹介してください。いいよ。じゃあいつ会いに行く。今日の仕事が終わってからとかじゃダメですか。なるべく早く会いたいんですけど。おお、めんどくせえ。行こっか。ありがとうございます。大丈夫かな、不安しかないんだけど。私は茜、とある会社に勤める34歳。年齢も年齢ということで、彼氏のタクトにもしダメだったら別れる覚悟で逆プロポーズをして結婚することになったんだけど、めちゃくちゃなことを言われて途方に暮れていた。でもよかった、これで一応はなんとかなりそう。でも少し不安だな、そんなこと言う人たちが義両親になるのは。まあ義両親と結婚するわけじゃないから、その場さえ乗り切れば大丈夫か。ある日、森の中、クマさんに出会った。花咲く森の道、クマさんに出会った。やめてよ兄ちゃん、こんな山奥でそんな歌を歌うの。本当にクマに合いそうじゃん。大丈夫だよ、花咲いてないでしょ。花咲いてないからクマさんは出てこないよ。花咲いてるか咲いてないか分かりませんよ、真っ暗すぎて。でも俺会いたいな、クマさんに。クマさんをうちの会社に入れるのってどう。絶対にダメ兄ちゃん。おお、もしもし花子、一人新入社員を入れようと思うんだけど。おお、給料は蜂蜜でいいと思う。秘書の花子さんに早速電話するのやめてください。しかも
給料ハチミツって兄ちゃんのクマのイメージはプーさんなの。おお、ねえ君、うちの会社に来ない？え、もしかして、う、嘘でしょ。出たに、逃げよう。背中は見せちゃダメですよ。はい。ハチミツたくさんあげるからさ、ね、一緒にワクワクすることたくさんしようよ。兄ちゃん、そんなこと言ってる場合じゃないから。そうです、逃げないと。あれれれ、リアクションがない。ハチミツだけじゃダメか。もしもし、花子、クマさんってハチミツ以外にも好きなものあるかな？酒？おー、お酒ね。ありがとう花子、ちょうどお土産に持ってきたお酒があるんだった。クマさん、一緒に飲もうよ。だから社長、兄ちゃん、そんな近づいたら危ないって。あんたは本当に相変わらずだね。え、クマが喋った？すごい、やっぱりクマって喋るんだね。もしかして喋るトラさんとか豚さんとかもいるのかな？うちの会社に誘いたいな。クマが喋ってるわけじゃないよ、私だよレオン。お、なんだハルエちゃんか。やっほー。ハルエちゃん？お、お母さん役に釘付けの人。兄ちゃん、うってつけ。というか、クマ背負ってたんですか？今夜はクマ鍋にしようと思ってね、クマを取ってきたんだ。すごい。ってあれ、猟銃は持ってないような気が。いや、怖いから聞かないでおこう。食べてくかい？うわー、めんどくせー、食べよっか。兄ちゃん、さっきまで会社に入れようとしてたのに。あ、わけがわからない。初めて食べたけど美味しい。だろう。というか兄ちゃん、この方は？ハルエちゃんはハルエちゃんだよ。俺が山でツチノコ探して迷子になった時に助けてもらったの。そうなんですね、その説はありがとうございました。レオンの弟のマモルです。社長の部下のアカネです。弟に部下か、大変だろうに。お、何も大変じゃないよ、二人ともすごいから。二人がって意味だよ。それよりレオン、今日も迷子になったのかい？おお、そうだった。ハルエちゃんにお願いがあるの。お願い？うん、あのね。ごめんなさい、やっぱりいきなりこんなこと頼むのは失礼ですよね。私でいいならやるよ。あ、本当ですか？ああ、ずっと山にいても暇だからそろそろ一度降りようと思ってたしね。ありがとうございます、本当にありがとうございます。いやいや、こんな私が役に立てることがあれば何でもするよ。よし、じゃあもう暗いし今日は泊まっていきなさい。こうして私はハルエさんにお母さん役をお願いすることができた。これで一安心だ。あとは結婚の挨拶を乗り切るだけ。そして結婚の挨拶の日当日、ハルエさん、今日はよろしくお願いします。こちらこそ。ハルエさん、大丈夫ですか？いや、すまないね、私初めてだから。こういうのちゃんとしなきゃ、ちゃんとしなきゃ。大丈夫ですよ、ありのままのハルエさんで。ありがとう。あんたの方が緊張してるはずなのに気を使ってくれて。手土産も持ってきたし、きっと大丈夫だよね。手土産まで用意してくれたんですね。ああ、クマの毛皮を。それは絶対に渡さないでください。さあ時間ですし行きましょうか。タクト。おお、上がれ上がれ。その人がアカネのお母さんか。なかなかお母さん感出てるじゃん。今日はよろしく頼むよ。ああ、よろしく。母さんと父さんはリビングにいるから来てくれ。うん、お邪魔します。いよいよタクトの両親と対面だ。緊張するけど頑張ろう。母さん父さん来たよ。アカネです、はじめまして。
茜の母です。今日はお時間をいただきありがとうございます。君がタクトの婚約者か。顔はまあ中の上ってとこかしら。それではそこに座りなさい。これから面接を始めるから。面接？ええ、そうよ。タクトちゃんの婚約者としてふさわしいか、いろいろと判断させてもらうわ。これは結婚の挨拶なんじゃ。なんだタクト、お前伝えてなかったのか。うっかりしてた。まあいい、これで不合格の場合結婚は認めないからな。お母様の態度も見させていただきますからね。はあ。ちょっとタクト、面接って何？結婚の挨拶みたいなもんだから気にすんなよ。気軽に気軽に。いや、それでは始めさせてもらう。じゃああなたのご職業から教えていただこうかしら。はい、私は会社勤め。はい、ストップ。あなた、ああそうだな、どうしましたか？あのさ、タクトちゃんはうちの後継者であり、あの有名な噂総合病院の医者なのよ。そんなタクトちゃんのお嫁さんがただの一般ピーポーなんて認められるわけないじゃない。三流は帰れ、タクトの嫁にふさわしいのは一流だけだ。まあそういうことだよ三流。タクト、あのさ、お前なんて遊びだったんだよ。どういうことよ。他に彼女なんていくらでもいるんだ。お前なんて三軍なんだよ三軍。それなのにお前、調子に乗って医者である俺に逆プロポーズなんかしてきやがって。ムカつくからこうして父さんと母さんを会わせて現実を教えてやろうとしたってわけさ。ああそうだったのね。安心したわ。本気でタクトちゃんがこんな三流好きになったんじゃなくって、やっぱり一流は一流の人間と結婚しないとな。何それ。ちなみに父さん母さん、そこにいるやつこいつの本当の母親じゃないんだぜ。こいつの両親はすでに他界してて、こいつ施設で育ったんだよ。親がいないやつとは結婚できないって言ったら、わざわざこの日のために必死になって代役探してきてやんの。何それ、面白いわね。まあそうまでして結婚したい理由はわかるけどな、三流にとっては玉の輿に乗る大チャンスだもんな。残念だったわね。よし、もう帰れ。三流をわしらに移してもらいたくないからな。本当にひどすぎる。人を何だと思ってるんだ。横にいる春江さんを見るとスマホをいじっていた。そうだよね、気まずくてそうしたくもなるよね。春江さんには本当に申し訳ない。わかりました、もう帰ります。春江さん行きましょう。本当にごめんなさい。何を謝ってるのさ。おお、リネが帰ってきた。リネ、もしかして LINE のことですか？ああ、そうとも言うらしいね。そうとしか言わないんですが、社長以外でリネっていう人初めて会いましたよ。まあいいです、行きましょうね。その前にちょっと伝えたいことがあるんだよ、この人たちに。伝えたいこと？なんだよ偽川さん、俺たちは別にお前から聞きたいことなんて。タクト君のご両親帰るのはいいんだが、息子さんは噂総合病院、うちの看護師だよ。決して医者なんかじゃない。はあ、何言ってるんだよ、俺は医者だぞ。何を言い出すかと思ったら、くだらないことを。ああ、またリネが帰ってきたね。ああ、ご両親も看護師みたいだ。なんだと？何を言ってるの？私たちは医者よ。いい加減そんなわけのわからないことを言うのはやめたまえ。わしらにコケにされたからってそんなこと言ってるんだろ、見苦しいぞ。いや本当なんだけどね、噂総合病院私が経営してるんだよ。何よわけのわからないことを。あ、院長から電話。もしもし。は、はい、ちょっと待ってください、そんなのおかしいですよ。どうしたんだタクト。
院長から明日から看護師として働けと。しかも看護師の中でも一番下っ端の新入り扱いだって言われた。一から鍛え直すから覚悟しろって。嫌ならやめてもらって結構とも。はあ、もしかして本当に噂総合病院の経営者だから。言ったろうに、数年前狩りをしに山に入ってきた前の噂総合病院の経営者を熊から助けてやってね。そのお返しにと病院をもらったんだよ。まあ私は山にいるから実際の経営はレオンに任せてるんだが。そんな、わしにも院長から電話が。私にも。これって噂総合病院の前の経営者が気を使ってくれたみたいで、あんたらも新入り看護師扱いしてやり直せるよう病院の院長に言ってくれるとリネで言ってたんだ。きっとその電話だろう。お願いよ、頼む、許してくれ、お願いです。あんたらみたいに職業で人を差別し見下すようなやつは一旦組織の一番下の立場からやり直した方がいいんだ。さあ、あかね、帰ろうか。はい、春江さん、本当にありがとうございました。いや、私は大したことはしてないよ。そんなことよりへこむんじゃないよ。あんな男と結婚しなくてよかったと前向きに捉えないと。はい。大丈夫、あんたは絶対に幸せになれる。山で鍛えた私の勘がそう言ってるよ。絶対に大丈夫だから。ありがとうございます。そうだ、最後に少し怖がらせてやろうと。え、ちょっと待っててな。春江さん、何をするつもりだろう。ちょっと覗いてみよう。悪い子は犬が。はあ、クマ、助けて。来ないで、来ないで。クマの毛皮着てタクトたちを追いかけ回してる。次人を見下したら食ってやるぞ。その後3人はというと、噂総合病院の院長が手を回したことで他の病院にも医者としては雇ってもらえず、新入り扱いの看護師として日々病院内を走り回っているそうだ。たまに病院にクマが現れて3人が追われることがあるそうだけど、きっと春江さんの仕業だろうな。春江さんから聞きましたよ。いろいろ大変でしたね。はい、でも春江さんのおかげでもう立ち直れました。あの後も本当のお母さんみたいにいろいろと話を聞いてくれたんですよね。そうですか、ならよかったです。また何か困ったことがあったらいつでも教えてくださいね。ねえ、明らかね、今日春江ちゃんと渋谷のハロウィンパーティーに参加するつもりなんだけど一緒に行く？行きます、絶対に行きます。婚約者にあんな風に捨てられたのは悲しかったけど、春江さんという素敵な人に出会えて本当に良かった。プラマイゼロ、むしろプラスだなって思ってる。よし、今日はパーティー楽しむぞ。兄ちゃんと春江さんコスプレするの？もちろんじゃないか。何のコスプレするんですか？ガオー、クマさんだぞ。それってクマの毛皮？まずいって、騒ぎになるって。案の定ハロウィンにクマが出たと大ニュースになったのはまた別の話。ただ二人がポイ捨てなどを注意して回ったから路上はハロウィン前より綺麗になってたとか。社長も春江さんも本当に不思議な人だな。この二人と守さんと一緒にいればこれからも楽しい人生が送れそうだ。よし、これからの人生も楽しむぞ。